石川総合スポーツセンターは、石川県金沢市にある県立のスポーツ施設、県立運動公園である西部緑地公園の北側に位置する。2008年4月12日にこけら落としには、女子バレープレミアリーグのエキビジョンマッチが開催。同月末には、重量挙げのアジア選手権が開催されたほか、2008年8月21日には、第38回全日本中学校バレーボール選手権大会開会式が、22日には同施設内で試合が行われた。メインアリーナは3680平方メートル、座席数5019席で、バレーボール、バスケットボール、ハンドボールの試合が中心。その他、サブアリーナ、プール、トレーニングルームと付帯施設からなる。特にトレーニングルームに隣接して、基礎体力や筋力などを科学的に測定できる機器を設置した測定処室を持つ。老朽化して出間となった石川県体育館に代わる施設で生涯スポーツの拠点となることを目指している。オープン時点で日本海側最大級の施設である。有料施設であり、施設使用料金が個人用、専用使用用途で別途料金指定されている。石川県体育協会、北陸体力科学研究所、石川県ビルメンテナンス協同組合の3社による石川県体育協会グループが指定管理者として管理運営を行っている。ありがとうございます。